島子育て県議会、毎日ウトキャス始まるよ。締め切りは明日11時。毎日ウトキャス。辰巳さん、こんばんは。ありがとうございます。こんばんは、皆様。私は鹿児島県議会議員のウト恵子と申します。本日は5月の12日日曜日。時刻は17時50分。久しぶりにちょっと遅い時間のツイキャスです。今日は、にぎるりかさんが柳聖子さんの聖子の部屋でどうやら、ツイキャスをされていた模様でございますけれども、皆様ご覧になりましたか？私は見れてません。そして今日はなっちゃんが、なっちゃんといえばチームケンタロウさんです。なっちゃんがツイキャスのスペースで、改正地方自治法について、岡本さん、岡本何さんだったっけ、そしてどこの議員さんかもちょっとど忘れと、スペースでお話をされていらっしゃったとのこと8時。S さんこんばんは、ありがとうございます。1時間はしない、今日はもう10分で終わる。なんでかっていうと、こんばんは、ありがとうございます。今からまた原稿書くから。どうしよう、終わらなかった、終わってないっていうか全然終わってない、いや、どうかな。ことで、ですね、私は明日会派の打ち合わせがあるんですけれども、それまでに、わあ、お疲れ様です、松島さん、ありがとうございます。そうなんです、明日の11時までのですね、本当だ、あと12時間だ。でも私ね、ちょっとね、寝る。原稿書き終わらなきゃいけないんですけど、なんとなくあと2枚を1枚に収めるところまでは行ったんですけれども、質問が果たしてこれで良いのかどうか、悩むところ。原稿作成頑張ってください、皆さんと考えるのも良いと思います、そのことありがとうございます。私はですね、今日ですね、うかりキャスじゃなかった、間違った、うかり茶会、うかりお茶会にお邪魔をしてまいりましてですね、竹岡小学校の校区公民館で、うかりともえさんがですね、初めてのお茶会をですね、開催されたので、そこにお邪魔をしてまいりました。私が毎月女性お話し会および、子どもお話し会を開催しているんですけども、うかりさんも、なんと光栄なことに、それにヒントを得て、得てだった、間違った、得てとのことで、皆さん、市民の皆さんのお声を聞きたいということで、で、うかりさんは女性に限らず、男性でも、どなたでもっていうことでですね、開催をされて、うかひさん、読みづらい、うかひさんのお茶会って、大人お話し会、そう、大人お話し会っていう題目だったのかな、なんで私はこのうろちょろしてるかというと、スリッパが履きたい。はい。で、そこでですね、いつもですね、このツイキャスにも来てくださるユミネとのんちゃんもですね、一木九式の市から来てくださって、なんということでしょう。そしてですね、私の、大変尊敬する、お友達クアンタムさん、こんばんは、お疲れ様です。クアンタムさん、イベルメクチンの記事を読んだんですけれども、ちょっとわからないんです、あれは安価なんですか、かつ効果が、こんなこと表で聞いちゃいけない気がする。ちょっと後ほどまた教えてください。オフラインでお伺いします。改めて。ついに明日ですね。なんだ、ついに明日。原稿の締め切りか、それか、それとも平岡静香さんのインタビューか、どちらか。これまででも本当 S さんがね、ご尽力されたおかげで、とうとう平岡静香さんのインタビューが実現することになりましたね。おめでとうございます、静香応援団さん、そろそろうと応援団っていう名前にしてもいいのよ。
何でしたっけ、あ、そうそうそう、うかりさんのお茶会で、まみちゃんも、まーちゃんさんこんばんは、ありがとうございます。まみちゃんも、共同開催みたいな感じでですねされてらっしゃって、あ、ありがとうございます。クワントムさん共同開催みたいな感じでされてらっしゃって、すごい嬉しかった次第でございます。こうやってね、人のご縁でこうやって広がっていくといいよなっていうふうに思ってですね、今日私はお茶会になんと ゲストとしてお誘いいただいたんですけれども、私がゲストって言ったら来る人も来なくなるんじゃないかくらいのネガティブな私でございますが、いそいそと出かけてまいりまして、それでね、今日私が県議になって1年経って市議に新しくなられる皆さんに何か言えることって何だろうって思った時に、何ですかね、右腕というか、本当に人が命みたいなところがございますでしょう、選挙というか政治家というかですね。だから本当になんというか、そういう人を今からこう確保じゃないんですけども、仲間作りをする上でもお茶会は有効なんじゃないかなって思ってますみたいなことをうかりさんに申し上げられたらね、ちょっと差し出がましいか、なんかおこがましいですけど言えたらと思ってたんですけど、うかりさんはでも本当そのあたりもなんというかですね、もう素晴らしいですね。すでにもう右腕をこの自分の初めての選挙からきちんと作っておられたというですね、その方が今日お茶会に参加されてらっしゃってですね、かっこいい、うかりさんすげえと思った次第でございました。エズさん、昨日言いましたが、福岡県議のコラボの件は後藤さんに聞いといてもらいました。仮に OK なら、後藤さんって私ごめんなさい、昨日そんなこと言われた記憶がない。福岡県議のコラボの件の話昨日したっけ、してなくないごめん、あ、昨日言い忘れましたが、買った、びっくりしたわ。なっちゃんお疲れ様です、ありがとうございます。なんか音質がなんとかかんとかだから、もう一回なんか音質をなんとかかんとかみたいなツイートで見ました。でしょう、松島さん、さすゆみ&さすのんなんですよ。そうそう、それで、まあ、本当に、ただですね、これなんかちょっと言いづらいんですよ。ところどころ音が小さくなる。素晴らしい。すぐ聞き直すなっちゃん、偉すぎるです。やっぱり素晴らしい。プロだ。で、話の、あれなんですけれども、そうですね、今日はですね、市役所の職員さんが休日を返上して、活動なさることの是非についてちょっと話題になりまして、というのも今日市役所の職員の方が、ちょっと午前中、その私のね、その今日お茶会に来てらっしゃった方たちの活動を見にいらっしゃる予定だったけれども、雨でその活動自体が中止になったから今日は来なかったみたいな話になって、でも今日日曜日じゃないですか。で、まあね、日曜日しか開催しないイベントであれば、やっぱり休みを返上するなり、まあね、振り替え休日を使うなりで、来なくちゃいけないわけですけど、じゃあと勤務時間外にその活動することが市の職員とか公務員さんとって果たしていい公務員と言って評価していいのかどうかというですね、土曜日日曜日の出勤は他の日で代休不利休で対応します。あ、通常はそうですよね、クアンタムさん。あ、てかクアンタムさん、もしかして公務員さんなのかな、でいう、っていう話になってですね、まだこの一般的にはやっぱそれぐらいやる気のある公務員って
いいよねって思われがちかもしれませんけど、でもその労働者の観点から言うと、いやそれはちょっと違うんじゃないという思うわけです。まあね、おっしゃる通り不利休とか代休で対応されるっていうのが、まあ、通常あるべき姿だと思いますし、そういう手段があるならぜひぜひ使っていただきたいところ。ただ一方でその市民だったりとかが、あのどうせ仕事だよねこの人たちにとってはみたいな思いを持ってしまうのも事実っていうところから話が派生していって、この私がその政治家になる前にすごく思ってたことが、結局皆さんのようなボランティアさんというか、あのこうやって政治に興味があって他に生業があって、それでも何かしなきゃっていう思いに駆られてボランティアなりをしてくださる方たちって、まあね、通常はお仕事をして自分の休みの時間を使って自分の休みの時間余暇とそのお給料から何なら手出しさえしてボランティアをなさるわけじゃないですか。私自身もそうだったのでわかるんですけれども、私はまあ普通にカレンダー通りの仕事をしている人間ですから、でしたから、月から金まで、あるいは土曜日まで普通に仕事をして、夕方の間時間、土日の休みの時間を使ってそういうボランティアをしていた。でも一方でその政治家っていうのはその活動をすること自体でお給料が出てくるわけですよね。でそのもうすでになりわいになっている、そこのもうこの隔たりがものすごいあるよなと。私自身もその自分の自腹を切ってた人間だからこそ分かる、なんかこうちょっとでも本気度が見えないと、あどうせあれですもんね、職業ですもんねみたいなことを思ってしまう気持ちがあるから、だからなんかその皆さんに、あとか、だから政治家はやっぱり休みはいつなんですかって言った時に、いや政治家は休みはないという、やっぱりそういうふうに思わなきゃいけないよなっていうことを改めて感じるところだなみたいな話なんですよねみたいなお話をしておりました。まあもう本当にね、もちろん休まなきゃ人間は壊れてしまいますので、休まなくちゃいけないとは思うものの、それを当然のように休みというものをですね、主張する政治家は、まあわからない、制度としては正しいのかもしれないけれども、市民感情としては嫌だろうなって思う次第でした。まあ、何が言いたいかって、ボランティアさんたちはすごいってことだし、自分の余暇並びに自分のお給料で得た賃金を使って市民活動とか社会奉仕活動、社会貢献活動をしてらっしゃる方たちっていうのは本当にすごい。私はその人たちのために何かお手伝いがしたいから政治家になったんだよなってことを改めて考えた次第でございました。ごめんなさい、なんかベラベラ喋っちゃってたらすごい長くなっちゃった。代表質問とか一般質問しても所管外って言われて見のない答弁になっちゃうかもなので、意見書の方がいいかもって。ああなるほどなるほど、あれですね、そりゃそうだ、そりゃそうだっていうか、結局決議がいいんじゃないかなって、私もでもね、その決議が、ね、間に合わないんだと思うんですよね。静け応援団に書いてください。ありがとうございます。脅したみたいになってるから、いいですよ無理しないで。なっちゃんさん、とある議員さんから教わりました手法とのこと。質問してもね、本当そう、答弁者がいないんですよね、法律だからさ。共同親権でも一緒だったんですけれども、
4時間以内の対応なら時間外で対応されていると聞いたり、へえ、そうなんですね。なるほど、なるほど。まー、あ、ちゃんさん、ありがとうございます。この後文字を設定して公開します。わあ、すごい、すごい。え、まー、あ、ちゃんさん、まー、あ、ちゃんさん、まー、あ、ちゃんさん。あ、まー、あ、ちゃんさんが、なっちゃんのスペースに入ってくださってたってことだったんですね。わあ、素敵素敵。私はですね、まあ、昨日宣言した通り、息子の寝かしつけで入れなかったんですけど、息子、まあ、今日ほんと全然寝なくて、もう最後は私、切れましたね。寝るな！お昼寝してないでしょ、あなた。今日、息子はですね、森の、雨の中で森で遊んでたんです。柳キャスって今日だったんですか？土曜日だと思ってますか？とのこと。いや、多分ね、今日だったんですよ。5月12日だった。ごめん。なっちゃんさん、岡本優子さん。あ、そうそう、岡本優子さんですね。松戸市議さん。タッチさんの話を聞いていただけたら怖さ倍増しました。地方自治法の改正案について、岡本由子さんは松戸市議の立憲民主党所属さん、舘さんは海老名市議の立憲さん。舘さんってかと、ごめんなさい、私存じ上げないや。それって列島処遇みたいな感じだから、休んでください。ありがとうございます、お優しい。でもな、なんかな。レオナさん、お疲れ様です。聖子の部屋見ましたよ。おやすみなさい。ありがとうございました。とのこと。ありがとうございました。よくわからんが、ありがとうございました。あ、そうだね。今日、潮田さんの事務所開き、そういえばありましたね。私のところにもですね、ご招待が届いておりました。わ、やった！静け応援団になった。やった！アイスさん、ありがとうございます。やったー、ありがとうございます。辰巳さん、声ありがとうございます。あ、長谷さん、あの件どう思います？あの件ってどの件じゃ。今日でしたよ、聖子の部屋。今日も鬼監督が怖かったです。え、鬼監督？先輩じゃないよね、鬼監督って。鬼監督？舘俊子さんっていう方なんですね。ありがとうございます。なんか今のツイッターで、あ、そうだ、今日はですね、鬼監督は、のことはあれだな。とりあえず、松島さんに答えてもらうとして、今日はですね、メールがをいただいておりまして、それこそさっきちょっとクアンタムさんにお伺いしたコロナのですね、医師の処方なく投薬をした県議さんの、処遇について県議会で問いたださないんですかというようなですね、メールをいただいて、それは県議会で問いただすって私に権限があるのかなとか、とか思ったりですとか、まあ、あとはですね、島玲子さんの話のことまたお伺い、ちょっとね、問われたりですが、あ、なっちゃん、お疲れ様でした。いってらっしゃい。ありがとうございます。え、そうなの？陽子先輩&川内博さんも降臨してはりました。マジか。マジすごいですね。豪華な聖子の部屋。現場にいらっしゃったわけじゃなくて、コメントに来てくださってたってことですかね。すごい。ですね。なんかでも、あれですよね。裏金しかり、何でしたっけ？政策活動費？違う違う。党から支給される何費？何費でしたっけ？忘れちゃいましたけど。しかり。まあ、何よりね、官報機密費を選挙に使ってたっていうお話しかりで、なんかそうやって、もう違法じゃなかった、無法状態というかですね、ずっと自民党さんが選挙を戦ってきたのかって思うと、なんかすごくがっかりするし、なんかこう、私が県議会に入って、あ、なんか自分自身が思い込んでた自民党の先生たちのイメージとは全然というか違って
ていて、まあもちろんね、政治家だからコミュニケーションお化けなので、喋ってて嫌な気分にさせないとか、喋ってて楽しい気持ちにさせる天才なのはもう当たり前だとは思うんですけれども、それでも、あ、こんな質問されたりするんだ、すごい勉強されてらっしゃるんだわーって思って尊敬をしてできる先生たち、まあその何ですか、個人としては尊敬ができる。で、私は党としての自民党さんには私はノーだと思っているけれども、個人として尊敬できる同期じゃなくて、まあその県議員の方たちがいっぱいいらっしゃる中で、こういうことを裏そのね、まあ、お金を使った違法なお金を使った選挙をずっとしてらっしゃるんだっていうことが目の当たりにすると、なんかすごくこうショックを受けるし、なんだよそれって思うし、まあとはいえ無党派層ですとか、その全然お金をもらったことがなくても自民党支持の消極的自民支持とか、他に適当な人がいないとかっていうね、世論で一番層として熱いであろう方たちっていうのは別に直接お金をもらってないと思うんですけれども、それは株価ってこうなんですかね、あと、もう森本さんこんばんは、イベントで大変だったと思うんですけれども、来てくださってありがとうございます、なんかツイッターの神回ってこういうことみたいなのを読みました、なんか今日は素晴らしいイベントになられたんじゃないですか、すごいお疲れ様でした。私たちは堂々とお金使って選挙しましょう。どういうこと？S さん。とんでもないポンコツ発言する人もいる。クワントムさん。それはまあね、ご個人の資質、素質だからね。資質か。まんちゃんさん、TBS のバナナせっかくグルメ。なんだそれ。石原良純さんと柳沢慎吾さんが、鹿児島のうなぎ屋さんの松重とラーメン屋さんの黒岩に行ってましたね。いや、松重ってなんかどこだっけ、川内さんの事務所の近くかもしれない。犯罪集団に任せてはいけない、がっかりより怒り、機密不死、そうそう、あ、コメントです、なるほど。問いただすより議員辞職決議案がいいと思います。なるほどですね。私も昨日の聖子の部屋、あれ昨日も今日も聖子の部屋があったってことなの、あ、健太郎さん、昨日はありがとうございました。した、うっかりサポーターになりますよなんて言ってくださったのをめっちゃ嬉しくて、調子に乗りましたけど、もし、本当に6月の総会に来れそうで、参加権が欲しければですけれども、個人的にメールをいただけたらと思いますが、どうぞご無理なく。あ、でも皆さん、鹿児島のサポーターになってくださったらとっても嬉しいので、よろしくお願いします。ふふふ。あ、そうか、もう12時過ぎたから昨日なのか、しまった、もう私今日12時には終わる予定だったのに。ということで、はい。なんか、そうですね、がっかりする、じゃない、そうですね、はい。で、何が言いたかったかっていうとですね、無党派層というか、正しいから強くなるんじゃなくて、強いから正しいと思われちゃう。強い方を人間は正しいんだと思うものじゃないですか。それを強いから正しいんだって思わない人ってよっぽどのひねくれ者だと思うんですけれども、だからこう自民党さんの本当の支持率というものがもう分からなくなっちゃうわけじゃないですか、政策とかうんぬんとか。だから私は今まで自民党さんも今まで一生懸命国の発展のために考えてきたはずだ、だけど今もう時代はそういうことじゃなくて、その例えばね、地方に道路を、立派な道路をドーンと作ってとかっていう公共事業じゃなくて、生活に密着した福祉とか、そういった、なんだ、生活密着型の政治が今求められてるんじゃないですかみたいなことを自分は思っているのも、なんか、違う、なんか根拠が崩れるというかですね、
自分自身の考えの前提が崩れていってしまうのでやめてくれよというふうに思ったしで、いやまあ本音で言うとふざけんなよって思ってるんですけどね。はい、ということでした。塩村彩香さんもノルマがあるみたいで、すごい切実なツイートされてました。あのね、国会議員はね、ノルマがエグいんですよ。本当ぶっちゃけるけど。金太郎さん、ありがとうございます。また連絡しますね。日程が分かったらでいいですよ。でもね、一応5月27日までが、なんだったっけな、登録の期日らしいので、もしそれまでにお分かりになられたら嬉しいです。ありがとうございます。S さん、鹿児島より北海道を選んだなんだって、なんということでしょう。大丈夫、二重で入れます。前向きに行こう。鹿児島の気鋭の復職運動ユニットさなか、カッコ書き最中と書いてさなか、もなかとも読む。が展示中です。皆さんよろしくです。全然宣伝してください。ありがとうございます。よかった。なんかリンクも貼り付けてください。ということで、森本さん、お疲れのとこお付き合いくださいましてありがとうございます。S さん、それなら私はひねこりものか、ひねこりものって可愛いな、なんか、うちの息子の言い間違いみたいになってるよ。はい、ということでした。はい、ではですね、私は、明日の原稿書きに戻ろうと思います。睡眠時間を削って作業をするというのが非常にですね、今またなんかちょっと体調があまり良くないので、しない方がいいぞと自分の体がアラームを鳴らしているので、ちょっと今から集中して、明日の朝なんとか提出できる体にまで持っていきたい次第でございます。ウトさんのお話を聞くと脱力するような妙な元気が出ます。どういうことだろう。褒めてくださっていると信じよう。ありがとうございます、森本さん。 恥ずかしい、なんかあれだよな、なんか真面目な話ができない。いや、してるんですけどね、真面目な話。ただ、真面目な話を、こう、格調高くできるほどの能力がないんですよ。サポーターって誰かが入ったって分かります？分かりますよ、分かりますよ。だって、私経由で入ったとかってなったら、その、ウト稽古経由みたいなのが出ますからね。原稿作成頑張ってきますね。それか書けませんでしたっていうか、書くよ。今から書くさ。そういえば鹿児島県民で缶バッジが流行ってるんですか？聖子の部屋でお二人ともつけまくってありました。それあれじゃないの、マギ島のやつじゃないのかな、もしかして。クアンテムさん、ありがとうございます。ちょっとメールをします。ちょっとこの記事ってどうなんですかっていう記事ちょっと飛ばしていいですか？すいません、ありがとうございます。健太郎さん、ありがとうございます。他県のサポーターの場合も結局議員経由で入るんで、他県のサポーターさんが、例えば S さんが北海道に入ってるよとかっていうのは分かんないです。鹿児島県民で、鹿児島県連ね。 なんかでも皆さん、こう缶バッジで意思表明しようみたいなの結構あるんで、私も缶バッジいっぱい持ってるし、なんなら息子のリュックも缶バッジだらけですよ。見ます？じゃん。うちの息子の、リュックサックでございます。見て、この猫ちゃん、かわいいでしょ？いや、そういうことではなくて、この馬毛島のバッジをですね、息子につけるって聞いたら、つけるって言ったので、まんまとつけております。こっちサイドはこんな感じ。缶バッジグーって何？缶バッジメーカーみたいなやつですかね。多分持ってないと思いますけど。でも、ほら、缶バッジ簡単に作れるから。ちなみに、ほら、あれですよ。私も、ウト稽古缶バッジをですね、たくさん持っている。今、リボンがなくなっちゃった代わりに、ここのつなぎを、時計と缶バッジでつないでおりまして、カチャ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 言っております。 似てきましたね、息子さん。そうですか、嬉しい。
亀さんマッチを息子にあげました。そう、この亀さんマッチめっちゃ可愛いよね、レオナさん。お父さんの缶バッジも話題になってた。そう、あれはね、かわいいの作ってくれたんですよ、デザインを、パイセンが。言っていいかな。ですね、ウトカウケイコ缶バッジは、なんかそういうのをですね、オリジナルの缶バッジを作れる、オンラインサイトがあって、そこで注文をして、デザインを貼り付けると、そのままなんですが、缶バッジにしてくれるっていうところでやってました。で、いいでしょ。めっちゃ可愛いってね。レオナさん、亀さん缶バッジはもうね、在庫が少ないらしくて、そうそう、松島さん、長野ひろみさんに聞いたところ、ちょっと在庫を見てからまた連絡しますね、とのことだったんですけども、うちのウトケイコ後援会事務所でですね、転売、かっこ、定価で転売ですよ。しても良さそうなのでですね、また皆さんにその準備ができましたら、告知をさせていただきますということで、結局30分喋っちゃった。ありがとうございました。ではでは、私は明日の原稿書きに戻りますけれども、あさって14日は、なんか鹿児島市議会もなんかある、午前中なんかあるというふうに聞いておりますが、ごめんなさい、適当なこと言って、午後14時からですね。あら、圭介さん、お疲れ様です。午後14時からもう終わりよ。午後14時から堀越慶仁さんのお話し会、日本の教育と子どもの人権をしますので、ぜひぜひ皆さん、お誘い合わせの上、遊びにいらしてください。それでは、ネット配信はダメなんだって、松島さん。ということで、皆さんお付き合いありがとうございました。それではお茶ありがとうございます。議長選があるのね。なるほど、午前中そうなんだ。森本さん、本当お疲れ様です。私もちょっと見たい、なんか見たい、さなんかを検索してみよう。ということで、ありがとうございました。それでは皆様、毎日ウトキャス、また今夜。おやすみなさい。明日無事に終わりました、原稿って言えることを祈ってってください。傍聴いってらっしゃい。その話、今日川内宏さんと盛り上がったんです。どの話かわかんないけど、おやすみなさい。